デートン・ウィーアは MLB カンザスシティロイヤルズのゼネラルマネージャー。カンザスシティから200マイルほど離れたカンザス州、ウィチタ出身。カンザスシティロイヤルズファンとして育ち、1985年のワールドシリーズの時はロイヤルズスタジアムの外野の芝生で観戦していた。その後、1994年によりアトランタブレーブス入りし、 チーム編成の達人と言われるジョン・シャー・ホールツ GM の下、スカウト、GM 補佐を務めた。2006年6月、ロイヤルズのアラード・ベアード GM の解任を受け、公認に抜擢された。当初は結果が出ず、チームの長期低迷を脱することができなかった。しかし、その間に、ビリー・バトラー、アレックス・ゴードン、マイク・ムスタカス、エリック・ホズマー、 サルバドールペレスら生え抜きの有望株が育ち、これが後の躍進につながっていく。後日のトレードの成果もあり、2013年は投手陣がアメリカンリーグトップのチーム防御率を記録するなど奮闘し、チーム10年ぶり及びムアが GM になって初のシーズン勝ち越し。翌2014年には29年ぶりにポストシーズンに進出し、リーグ優勝。 そして2015年には30年ぶりとなるワールドシリーズ制覇を果たした。ドラフトや海外 FA では荒削りで体格にハンディがあっても、走力、肩、パワーなどに長けた選手を好む傾向が強い。トレードや FA での補強では GM になって数年間は古巣のブレイブス出身選手や積極的に打ちに行くフリースインガータイプの選手を獲得することが多かった。 ありがとうございます。